本敏郎さんです。高田さんのお嬢さんがいらっしゃいますね。タクシーキャスターをディエゴ・ミゲルさん。さあ、本物の大物が入ってきましたよ。ねえ、もう本当に400年近く続く日本のお祭りに虎の毛顔も出てまいりました。こんなオウムとかトラトラが出てくるっていうのがもう本当に長崎のねお祭りっていう感じです。南蛮屏風というのがありましてね、その南蛮屏風に描かれたのをこの行列にしておるんです ね、 あのこの町に昔、南蛮屏風の研究者がおりました。はい、長見徳太郎と言います。長見徳太郎は南蛮屏風を研究してたんですね。それにちなんだこの南蛮船および南蛮行列でもあるわけですね。だから虎の毛皮なんてのも描かれておるわけですよ、南蛮屏風に。なんか日本語